ララポート新三里札北平団地三里市は埼玉県の南東部に位置する市。人口は約14万人で、戸田市に次ぐ県内17位。埼玉県の南部最東端に位置する。東京都心からは約2 0トルの距離で、市の東京を江戸川が、西の境を中川が、中央部に大場川が流れる。その他にも、 市内を南北に河川がいく筋か流れている。市政施行前は北葛飾軍に所属。関東平野に位置し土地は全体的に平坦であり、最高点で海抜約8メートル、最低点は海抜約1.4メートルの低地地形である。2007年1月1日のデータでは高床3.092メートル及び低床1.392メートル。 東京都に隣接する市南部では高度経済成長期以降に宅地化が進み、市北部の JR 武蔵野線沿線では同じく高度経済成長期に計画された大規模団地などの区画された住宅地が多い。市中央部は住宅地の他市外各域もあり、首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスの開通に伴い開発が進んでいる。また、 それに伴い東部も急激に発展している。高度経済成長期に大規模団地が造成され、人口が急速に増加、村の成立からわずか16年で市政志向を果たしている。以上から、三里と名付けられた。三里市には町、大技が存在する。住居表示実施地区は新三里ららシティ地の3丁目と、サツキタイラ1.2丁目のみで、その他の町では、 地盤整理を実施している。私立中学校は学校選択制を採用している。なお、小学校は学生である。消防本部、消防署東日本高速道路三里管理事務所内に置かれている高速道路交通警察隊三里分中隊郵便番号は、市内全域が341から 00XX である。 木ズミ明2013年、埼玉地方裁判所は生活保護申請を拒否、受理されてからも打ち切るなどした、生活福祉課を相手取った、女性市民からの国家賠償訴訟について、申請権を侵害したと認定し、生活保護費、約540万円の支払いを死に命じ、判決が確定した。定数と、人気定数、24人気。 2021年8月11日2025年8月10日議長と副議長会派の構成選挙区と定数選挙区埼玉県第14区定数に任期2019年4月30日から2023年4月29日選出議員三里中央駅市北部に武蔵野線が通っており2005年8月24日に市の中央を貫くようにつくば エクスプレスが開通した。東日本旅客鉄道市の中心駅、三里中央駅市の中北部に鉄道駅がある一方、市の南部は鉄道空白地帯になっており、最寄りの鉄道駅までは路線バスでのアクセスが基本となる。市南部は、つくばエクスプレス、八潮駅から JR 常磐線、新京成線松戸駅までを結ぶバスと、三里駅から 三里中央駅を経由し、金町駅までを結ぶバスの通り道となっており、この2本が市内でも、運行本数が、比較的、多い主要な路線である。その他、吉川駅、吉川南駅、独協大学前駅発着の路線、三里市役所、ピアラシティ発着や三里団地、早稲田地区内の路線もある。タクシーの営業区域は、県南東部交通圏で、 カスカベ市、草加市、越谷市、久喜市、八潮市などと同じエリアとなっている。首都高速道路三里線と東京外環自動車道、常磐自動車道の3つを結ぶ三里 IC、三里ジャンクションがあり、非常に交通量が多い。2009年2月1日に、市の鳥であるカイツブリをモチーフにした、マスコットキャラクター、カイちゃんとツブちゃんがデビュー。 埼玉県の自治体のゆるキャラで構成される、ゆる玉応援団にも参加している。単語神社三つの穴がある灯籠三里市の神社の灯籠には、火袋に三つの穴が開いているものが多い。三里市神社鳥居等調査報告書三里市教育委員会発行で確認できるものは、墨田区の三巡り神社にも、同様の三つ穴灯籠がある。市街局番は、市内全域が、 零四八8市内局番が QXX の地域との通話は市内通話料金で利用可能。収容局は埼玉三里局、三里小屋堀局、三里高野局。ありがとうございます。